ですから国籍はアメリカの国籍じゃないですね。まあ、国籍じゃない。グリーンカードですね。グリーンカード。ああ、ですか、わかりました。なんか台湾の場合はなんか二重国籍できるんでしょ。できる。ね、確かね、あの台湾の国中華民国の国籍を持っていてアメリカの国籍を持っている人いますね。台湾はね、国籍いくつももらえるんですよ。ところが日本は許さないでしょ。日本はの一応なんですか。もし日本国籍取るんだったらば、前の国籍はやめろと、ね。そうそうそう。ここだって一応です。